ですが、己の行いを比叡山に謝罪するのはもはやかなわぬことだったようです。できるのは不義理の責を背負うことのみ。お返しいたす。どうか僧正様にお渡し願いたい。殿、ここまで来ていただきありがとうございました。戻りましょう。どうにか諦めてくれたか。平家に睨まれるのは弁慶だけで十分だ。確かにこれが最後と言っていたし、やっと完全に縁が切れたな。馬鹿正直で一度暴れたら手がつけられなかったやつだ。これ以上の迷惑はごめん被りたい。なんだ小僧、まだ用か。言い忘れたこと？殿、何を。礼だと。家来だと？小僧、貴様一体何を言っている？なんだと？鞍馬のシャナオとは源氏の。弁慶が源氏に。お待ちください、殿。勝手なことと承知で申し上げます。拙者、今のお言葉に胸が打ち震えました。もしお許しいただけるのなら、薙刀を僧正様にお返しするのはもう少し先にしてもよろしいでしょうか。拙者、シャナ王殿の家来として己の力を全て捧げる覚悟でございます。そのけじめとしてここへ参りました。しかしそのためには、我が手に馴染んだ薙刀が必要不可欠だと改めて気づいたのです。殿が拙者を買ってくださったそのお心に応えるには半端ではいられませぬ。勝手を申して申し訳ない。このお方に仕えるため、今一度
薙刀を手にすることをお許しいただきたい。全てが終わったら必ず返す。それまでは二度とここに来ないと誓おう。もう大丈夫です、トロン。帰りましょう。どうもありがとうございました。拙者のためにあのようなことを、しかも頭まで下げられるなど。は？殴りかかる？それはまだ。申し訳ございません。ですが、トロが拙者のことを思ってくださるのが誠に嬉しくて。それに殿は先ほど拙者のことを家来だとはっきり口にしてくださいましたね。拙者のことを強くて心根がまっすぐだとも。いいえ、決して忘れません。主である殿に必要とされる家来にとってそれ以上の喜びはございませぬゆえ、拙者改めてお誓い申す。殿に仕え必ずやお守りいたしますと。拙者の命はあなたのもの。この薙刀含めいかようにもお使いいただきたく、どこまでもお供いたします。拙者は殿の一の家来ですから。どうした、シャナ。何か足りないものでもございましたでしょうか。だったら少し肩の力を抜くといい。出立はもうすぐだ。そうだな。シャナ王、
支度は整ったか。七時殿は今日からの急な知らせを受け取っていて、今少しかかるそうだ。平泉への道中、気を抜かぬように俊元も頼んだぞ。はい、承知しています。こうして弟子を二人も同時に見送ることになろうとは。いや、そなたらはこの寺で共に育った。ここにやってきた日も全く同じ。そう思えば俊元も行くと決めたのはやはり当然のことなのであろうな。二人がこの門を初めてくぐった日、まだ生まれて一年にも満たぬ血のみごだった。そんなそなたらも今では強く聡明さを備え立派に育ってくれた。それがとても誇らしい。そしてシャナ王、そなたは源氏のお子である資質も十分に示してくれた。幼き頃からひたすら修行に励む姿に心打たれたものだ。わかるような気がします。俺も同じように感じていましたから。その姿に引きつけられ、俺もより修行に打ち込むようになった。みな、トドの素晴らしさを感じておるということですな。拙者もトドと初めて相まみえた時のことを忘れることはありますまい。鬼神のごとく平家の侍を倒しておられたあのお姿、凛としていて目が離せなかった。忘れることなどできまいよ。そなたは人の心に光を残す。わしも忘れることはできぬ。そなたに自覚はないであろう。良いのだ。それが生まれ持ったそなたの才。あれから迷いもあっただろうが、そなたはそうして行くべき道を進むがよい。たとえ再び迷うことがあっても、己の心を見据えれば必ず道は開けよう。そなたはそれができるはず。大変でございます。使者から急ぎの知らせを聞いてまいりました。どうやら平家が動き出したようです。数は把握できておりませんが、隊を組んでこちらに向かっている様子。先日の立ち回りを理由にシャナ王様を捕らえるつもりです。鉢合わせる前に出立せねば。七時殿、道はどこを通るおつもりか。いつもの旅程を考えておりましたが、少々手を打たねばならぬでしょうな。一行を二つに分け、連中を煙に巻きましょう。街道はおとりとして本隊を行かせます。私と少数の共回りの者は険しいですが、白を使って先行します。シャナ王様たちはこちらに堂々ください。では参りましょう。
ああ、そなたの故郷はこの鞍馬。わしら鞍馬の僧はそなたの家族だ。このまま愛宕山を越え、大原を抜けて琵琶湖西岸の片田に出ようと思っております。琵琶湖か、とてつもなく広い湖だと聞いたことがある。対岸も見えぬ大きな湖です。船で渡り近江の国に入ります。そこまで行けば平家の目もくらませられましょう。それはどのくらいかかるのだ。鞍馬から琵琶湖の片田まではおよそ3里ございます。山道ですので少しかかりますが、明朝には船に乗れるでしょう。私には話をつけてあります。京から出る道はいくつもあるし、平家と遭遇する確率は低そうだな。奴らはまず鞍馬に向かうはず。そこで足止めもできればさらに時間も稼げるだろう。扇峠を越えたものと思われます。この峠は山城と近江の国境。ええ、その通りでございます。もう少し行くと琵琶湖が見えてまいります。殿。シャナ王様、不安は終わりでしょうが、今しばらくご辛抱ください。平泉もきっと気に入っていただけるはずです。ありがたきお言葉、もちろん全力を尽くします。平泉は今日から遠く離れた地。そこまで行けばきっと平家の手は届きません。シャナ王殿。
みんな、そう、平家だ。くそ、なぜここが。近江へ抜ける道は全て押さえた。平家の権威があればこの程度はたやすいことだよ。おや、隣にいるのは武蔵坊弁慶。すっかり手なずけ。いずれにせよそなたらに逃げ場はない。おとなしくこちらに。しかし、何をごちゃごちゃと。逃がさるぞ。お助け。俊賢、時間がない。今は殿に従え。わかった。俺は先に、後から弁慶をよこせ。ああ、必ずやシャナ王殿を守り、そちらに合流しよう。頼んだぞ。吉次殿と皆は走れ。しんがりは俺が務める。は、はい。逃がすものか。ここは拙者がお相手いたす。くっ。戦えぬ者たちは先に逃がすか。思いのほかよく考えているね。私としても邪魔者はいない方がいい。さて、そなたと対峙するのを楽しみにしていたよ。覚悟はいいかな。まだだよ。やはり強いね。これは久しぶりに楽しめそうだ。どうだろうね。そなたが囚われてくれれば教えるよ。空を切っては意味がないよ。無駄だよ。筋はいいけれど、爪は甘いかな。振りほどいても構わないよ。そうできるなら。
恐怖に震えながらもいるように睨みつけるのだね。やはりそう来なくては。楽しみだよ、これからゆっくりそなたの秘密を暴けると思うと。殿、こちらへ。奴の相手の拙者が、殿は敵をかいくぐって船へ。心配ご無用、五条橋よりも数は少のうございます。さあ、お早く。引っ捕らえろ。シャナを覚悟。うわっ、うわっ、くそ、ひるむな。うん、またそなたか。先日の五条橋でも邪魔をしてくれたが、やめた方が身のためだよ。平家の思う通りにはさせる。ここを通りたから拙者を倒してみよう。僧兵崩れが大きく出たものだ。私はシャナ王を追うのに忙しいのだが。まあ仕方ない、そこまで言うなら少し相手をしよう。では参る。まだまだ。この男、見た目のままの安男にはあらず、全力で一気に肩をつければ。そなたなど足止めにもならぬと教えてやろう。ふん。避けるだけでは意味がない。そなたの武は口だけかな。本当に強い。なればこそ、お主をシャナ王殿のもとへ行かせるわけには参らぬ。無駄なあがきに付き合うのはここまでにしようか。そなたでは遊びがいがない。ふん。まだ倒れぬか。さすが今日騒がしていただけある。だがそなたに付き合うのもここまで。私はシャナを追わねばならないのでね。行かせるわけには。
今までとは桁違いの威力。片膝をついて耐えるとはすごい。しかしそれでも私には勝てないよ。頑丈すぎるのも困ったものだな。楽しくもなかったしね。ではこれで失礼するよ。私は迎えに行かなければ。源氏の姫君をね。うちの侍たちではやはりかなわなかったか。そうだろうとは思っていたよ。なぜ？分かりきったことを聞く。さあ今度こそ私についてきてくれるね。ならどうする？もう守ってくれる仲間はいないだろう。あの僧兵崩れも大したことはなかった。そなたには不要の男だよ。そなたがいるべき場所はそちら側ではないのだから。では力ずくで要求してみてはどうかな。そなたが勝てば見逃してあげよう。無駄だよ。無駄なことで時間を使うのはやめなさい。もう一度やってほしいなら話は別だが。そなたが強いとはいえ、あれだけの数の侍たちを相手にしたのだ。もう体力の限界が来ているのだろう。女にしては頑張った方だよ。認めないと言うなら構わない。後でゆっくり確認しよう。そなたが何者なのか。さっきも言ったように武蔵坊弁慶は助けに来ないよ。引導を渡しておいたから。しぶとかったよ。ああいう手合いは面倒なものだね。さあ行こうか姫君。歩けないのなら抱き上げてあげよう。
申し訳ございません、シャナ王殿。トモモリをこちらに向かわせ、殿を危険な目に遭わせてしまいました。ですがここからは何があろうと殿をお守りいたします。怪我はございませぬか。もったいないお言葉、拙者力が湧いてくるようです。まさかそのような茶番に私を付き合わせたりしないだろうね。トモモリ、本当にしぶとい男だ。あれで死んでいなかったとは。拙者を止めたければ首の一つでも落とすのだな。ああ、次はぜひそうしよう。シャナオ、そなたはそこで見ておいで。シャナ、おとなしく行かせると思うかい？そなたたちを逃がすつもりはないよ。何としてもトロだけはお守りいたせ。お下がりを。勝負はもう必要ないだろう。太刀など置いて私の元においで。丁重に迎えよう、源氏の姫君。そなたを我が妻としてね。強情な姫だ。疲労困憊したその体では私と戦えぬと分かっているはず。何度やっても同じこと。遅い。ほう、
させるか。またなぎなたか。トロ、ごめん。主君を守るは家来の務め。このまま琵琶湖へ。いえ、船は近づいております。きっと今なら届くでしょう。俊元、殿を頼む。御仏よ、どうか我が主を志したる地へ導きたまえ。殿、どうかご無事で。何よ。行くな、シャナ。あいつが何のためにそうしたか考えろ。お前を生き延びさせるためだろ。まさかあんな手に出るとは。主を投げ飛ばすなんてどうかしている。今は礼儀よりも大切なものがあった。それだけのこと。立っているのもやっとなら、倒れていればよかったもの。そういうわけには参らぬ。最後の時間稼ぎは拙者の役目。シャナ王殿が呼んでいる。しかし、もう十分。ご自身も倒れそうだというのに、拙者を守ろうとしてくださった。あの方をお守りするのが拙者の宿命。さあ、いつでもよいぞ。まだあがくとでも。そうたやすく肩がつくと思うな。そなたは分かっていないね。あのものはそちら側のものではない。いつかこちら側に来るだろう。お主こそ分かっておらんな。拙者が何を守ろうとしているのか、どうして守ろうとしているのか。これ以上は時間の無駄だ。では覚悟してもらおう。なんだ、金の音。これはまさか、一体どこに。なぜ、なぜここにいるのだ。総兵。
我らは比叡山延暦寺に身を置く者、そなたは平の友盛殿とお見受けする。いかにも。して、その比叡山の僧兵が何用か。武装をもって平家の前に現れるなど言語道断。勘違い召されるな。我らは戦いのために来たのではござらぬ。比叡山延暦寺の僧兵として長きにわたり共に修行した同士を見送りに来ただけにござる。何？武蔵坊弁慶、お主の誓願見届けに参ったぞ。無事な旅路を記念いたそう。しかし拙者は比叡山に迷惑しかかけておらぬ。育てていただいた恩をあだで返してばかり。それなのにお主らは。皆まで言うな弁慶。そなたの心は比叡山まで届いた。それだけのこと。最後に一つ、歩みを止めず進めばよい。そなたの恩師からの言づけだ。お心遣い、痛み入る。その武装で何が見送りか。しかし、ここで比叡山の僧兵たちとことを起こすわけにはいかない。今日は引くしかないようだ。これ以上の対話は不要だが、そなたのことは決して忘れないよ。決してね。拙者はシャナ王殿を守るまで殿を諦めぬと申すなら、いつでもお会いでいたそう。では私はこれで失礼するよ。近いうちにまた。何が起こっているんだ。あの僧兵たちは一体。わかりました。ご無事で何よりです。先ほどは乱暴な振る舞い申し訳ございません。シャナ王殿。それが殿のお望みなら。
二度といたしませぬ。誓います。殿、不出来な家来に寛容なご配慮ありがとうございます。そんなに怒るな、シャナ。弁慶が困ってるし、人目もある。大丈夫か、弁慶。いや、我らは当然のことをしたまで。お主の言葉で我らの目が覚めた。こちらこそお礼申し上げる。弁慶が比叡山で長きにわたって修行したこと、そしてその本質が実直で誠実だということ。弁慶、我らの不誠実さ、お主に詫びる。我らは平家との確執を避けるあまり見落としてはならぬことを見落とした。苦楽を共にした仲間だというのに。僧正様にも全てをお話しした。お前がやってきたことも。すると僧正様はこうおっしゃったのだ。我らは仲間を見送るべきだと。僧正様がそのような。僧正様は分かってくださっている。先ほども言った通り、お主の行く末を案じ祈念しておられた。これを。この比叡山の薙刀はまことお主のもの。お主の誓願成就を我らも祈っている。かたじけない。皆の誓願成就、この弁慶もお祈り申す。僧正様にお礼をお伝え願いたい。受けたまわった。そのお言葉だけで十分です。ここから先はご一緒できませぬが、旅のご無事をお祈りしております。長い夜でございました。殿。眠ってしまわれたか。こたびの戦いを思えば無理もない。そして殿の宿命は暗く重い。それをこの細く華奢な体で立ち向かっていかれるのだ。女の身を隠し、源氏の名を追って、その上拙者のようなものを守ろうと立ち上がられる。二度とあんな風に命を落としてはならぬと殿は言う。だが、
それでも拙者はどんなことがあってもあなたをお守りいたす。トロ、お目覚めになられましたか。シャナ。ここは鏡の宿。琵琶湖を渡って少し進んだ先にある宿場町だ。お前は琵琶湖を渡っている間に眠ってしまってな。弁慶がここまで背負ってきたんだ。いえ、お役に立てて何よりです。お体はいかがですか。何をおっしゃられます。お疲れになられるのは無理もありませぬ。昨夜は激動の一夜でございましたからな。殿。別室で休んでいる。シャナが起きたと伝えてこよう。あの方もお前を心配していたからな。まだ昨夜の疲れが残っているはず。無理に起き上がるのは。しかし長く寝ていたことを考えれば、殿が思うよりも体は疲労しているのです。もう少し気遣うべきかと。辛いところはありませんか。どこか痛んだりだるく感じたりは。拙者のことはいいのです。殿の従者となったのですから、ここはまずきちんとお世話をしたく。そうです。お体が問題ないのでしたら、まずは白湯をお持ちして。いや、それともお食事の方がいいか。シャナ王殿は何がお好きですか。従者となったからには主の好みも把握しておかねば。ちなみに拙者は山菜が好きでして、独特の苦味が意外と癖に。はい、何でしょうか。そのことでしたら大事ありませぬ。すでに手当ても済んでおります。
そんなことはありませぬ。拙者のことよりまずは殿のお食事を。殿はよく見ておられますな。しかし拙者のことならお気遣いは無用。何しろこの通り頑丈にできておりますゆえ。なぜですか。それは。もったいなきお言葉、殿のお優しいお言葉、痛み入ります。殿と主従の絆を結べたことは拙者にとってのこの上ない喜び。それゆえ少しばかり舞い上がっておったのやもしれませぬ。それが逆に殿のお心を苦しくするとは、どうかお許しくだされ。まったく、だからさっさと休めと言ったんだ。はははにぎやかですな。シャナ、もっと言ってやってくれ。こいつと来たら拙者は殿のおそばを決して離れぬの一点張りでな。俺たちの言うことなど聞きやしない。手当てを済ませても体が休まっていなければいざという時動きが鈍る。面目ござらん。まあまあ、二人ともそれくらいに。それもこれも主人の身を案じるがゆえのことでしょうから。吉次殿は甘い。いいか弁慶、さっきのシャナの言葉で分かったろ。今後ずっとそばに控えるというなら、その気持ちを考えられるようになれ。シャナの身だけでなく心も守るのが俺たちの役目だ。そうだな。シャナ王殿に諭された今、その言葉は我が身にしみる。俊元には学ばせてもらってばかり、拙者も従者として早く殿のお心を察することができるようにならねば。わかればいいんだ。いや、俺は従者ではないがな。ああ、俊元は幼馴染、拙者は一の家来として共に殿を支える同志を。これからもいろいろと教えてくれると嬉しい。ああ、そうだ。殿の好きな食べ物は知っているか。先ほど聞きそびれてしまったな。それは本人に聞けばいいだろう。まあそうなのだが、ここで俊元の好きなものも教えてもらえば同時に振る舞えるではないか。あ、いや、俺は。拙者こう見えて料理はそこそこできるのだ。一番得意なのは山菜のおひたしだぞ。どうだ、食わぬか。わかった、わかったから少し離れろ。
今いる鏡の宿は東山道の宿場町。今日から奥州へ向かう場合、この東山道を通り北上するのが定石です。それゆえ予想されやすい道程といえましょう。平家の追手を巻くためにも今回はこの道を外れることにいたしました。東海道を通って武蔵の国まで行き、その後は下津道を通って奥州へと向かうつもりでおります。シャナ王様、いかがでしょうか。俺もそう思う。こと旅に関しては吉次殿、あなたが頼りだ。よろしく頼む。はい、わかりました。ではそのようにいたしましょう。しかし追っ手がかからないという保証はありません。道中は身分を隠し慎重に進むことといたしましょう。よし、なら他の者にも予定を伝えるか。東海道を行くということは海沿いの道を歩くことになるのか。そうなりますね。ああ、それと武蔵へ向かう途中には伊豆を通り過ぎることになりますが。殿、どうかなさいましたか。源氏の嫡男頼朝殿ですか。殿のご兄弟のうち唯一生き延びられたと聞いておりますが。流林の身では自由もありません。さぞ苦労も多いことでしょうが。やはり気になりますか。では伊豆に寄られますか。頼朝様の監視役である北条家に許可を取ればお会いすることもできるかもしれません。確かにおっしゃる通りです。そうだな、今はなるべく静かに行動した方がいい。殿、しかしせっかくの機会ではないのですか。
というわけです。あと一歩のところまでは追い詰めた。残念ながらシャナ王には逃げられました。な、トモモリ、お主ともあろう者がまさか取り逃がしたと？はい、誠に申し訳ございません。あのシャナ王を相手に乗り継ねだけでなく、お主まで。返す言葉もございません。この手に触れておきながら、みすみす逃してしまったのですから。もうよい。源氏の子など都におらねば取るに足らぬもの。あのような輩一人、脅威でも何でもないわ。あれ？じゃあ放っておくの？あんなに腹を立ててたのに。相手はまだ子供じゃ。逃げ延びたところで何もできはせぬ。こそこそと今日を逃げ出した臆病者を担ぎ上げようとする者もおるまい。奴はもう捨ておけ。よいな、トモモリ。承知いたしました。時に父上、私たちの持つ力について少々お伺いしてもよろしいでしょうか。またその話か。以前も話した通りじゃ。一体お主は何を聞きたい？父上に同福の兄弟はおらず、力を持つのは父上の血を継ぐ子らのみ。そのことについては承知しております。まさかわしらの他に力あるものを見つけたとでも言うのか？そうではありません。私が父上に教えていただきたいことは、父上の亡き御母殿、祖母君についてです。なんじゃと？この力は祖母君から受け継いだものであることは私も存じ上げております。しかし祖母君は何者であるのか、何故かような力を持っておられたのか、そのことについて知る機会は今まで一度もありませんでした。父上、この知盛にどうかお聞かせ願えませんか？知盛、お主。どうしたの兄上、まさか昨夜の失策で頭が混乱してる？おかしなことを言うね。私は至って冷静だよ。なら、なぜそんなことを聞くのさ。おばあ様のことなんて。ずいぶんとにぎやかしいこと。何の話をしているのかしら。姉上。おお、徳子、よくぞ参った。さ、こちらへ来るのじゃ。高倉天皇に嫁いだ身で、こうもたびたび実家に戻ってくるとは。やっぱり実家は賑やかでいいわ。さあ、私にもお聞かせくださいな。
何にたわいもない話よ。お主が来たおかげですっかり忘れてしもうた。まあ父上ってば。本当なの玉森。ええ、父上のおっしゃるとおり、そなたには関係のないことだ。玉森は相変わらずね。いいわ、それなら私が勝手におしゃべりをするから。父上、本日はお願いがあって参りましたの。おお、一体どうしたというのじゃ。金城帝とこの徳子の血を引く巫女をどうか天皇にしてくださいませ。この血は特別なものですもの。父上もそう思っているでしょ。だからどうしても叶えたくて。うん、わしも同じ願いじゃ徳子。我が血を引く者が天皇につくことはかねてよりの夢であった。それを叶える機会をお主が与えてくれた。必ずやわしが孫である巫女を天皇の座へ座らせてみせよう。父上、嬉しゅうございます。まさか姉上、そのために参ったの？別に何の心配もいらないと思うけど。姉上には父上の強力な後ろ盾と男児を産んだ功績があるでしょ。そうね。でも私はこう見えても慎重なの。頂点を極めんと欲して歩んだ道が、その頂点の一歩手前で間違っていると気づいた時、そこは頂点から一番遠い場所とも言うじゃない。そうなってはたまらないわ。何を言う徳子、わしらが進む道に誤りなどない。このまま進めばいいのじゃ。私は憂いのすべてを潰しておきたいんですの。父上の、私たちの悲願のためならば何をしてでも。父上の血を引く巫女を天皇に、それが私たちの悲願。その私たちに私も入っているのだ。満つる月は永遠ではない。匂い立ちながら開いた花はいつか朽ちる。それが世の断りという。父上、本日はこれでおいとまを。うん、行ってしまうの？徳子、そなたも中宮として嫁いだなら、気安く実家に戻ることは控えた方がいい。中宮はすぐに実家を頼られるとでも思われたら、それこそ悲願とやらに差し障りがあるかもしれないからね。ご忠告、痛み入りますわ。それでは。待って兄上、俺も一緒に行くよ。父上、姉上、御前を失礼いたします。父上、シャナ王なんか捨ておけなんて言ってたけど、悔しそうだったね。
兄上相手だったから怒鳴り散らしはしなかったけど、絶対まだ気にしてるよね。本当に放っておいていいのかな。先ほどの発言は仕方ないさ。父上とて意地というものがあるのだろう。ふん、そういうもの？俺にはよくわからないな。それにしても意外だったよ、兄上が狙った獲物を取り逃がすなんて。想定外の邪魔が入ってしまってね。シャナオを一人なら捕らえることはできた。問題はあの者についている中心だ。体ばかり大きく、それでいて忠義に厚い厄介な犬だったよ。あの弁慶とかいう破壊僧、シャナオの配下になったんだっけ？刀狩りでは随分暴れてたみたいだし、まあそこそこできるんだろうけど、兄上の敵じゃないでしょ。愚直な犬はそれゆえに厄介なものだ。まあ次にまみえた時にはこうはいかない。打ち据えて武というものを教えてあげるとしよう。父上にはああ言われたけど、兄上はシャナオを追うつもり？少し違う。あのものは帰ってくるのだよ。このまま矢に紛れることができるほど源氏の名は軽くはない。あの者が望まずとも周囲がそう望み、担ぎ上げられ再び表舞台に出てくるだろうね。その時こそ決して逃さない。私がこの手で摘み取ってあげるとしよう。ふん、なるほどね。俺もちょっと遊んでみたいな。おや、そうかい。兄上がそこまで入れ込むのなら、きっと俺のことも楽しませてくれるでしょ。もし俺がシャナ王に会えたら、すぐに捕らえて兄上の前に連れてきてあげるよ。それは助かる。頼んだよ重衡、その際にはくれぐれも飼い犬に手を噛まれぬようにね。なんと、それはまことか。源義朝の子シャナ王が平家とのいさかいを理由に京を出て行ったと。はい、おそらく平家側が何か言いがかりをつけたのでしょう。シャナ王の名が知れ渡ってきたことを邪魔に思ったのに違いありません。平家の考えそうなことです。であろうな。シャナ王は鞍馬寺で薫陶を受け、武芸に優れた才を発揮していたというではないか。いずれ
平家打倒の良き旗頭になると期待する者も多かったというのに、なんとも惜しい。これで源氏一族のうち他に残っている者は、シャナ王の兄であり源氏の嫡男である頼朝、そして木曽にいる源義仲となります。だが頼朝は伊豆に追いやられた流人の身の上、義仲も都から遠い信濃の田舎武者だ。大した力があるとはとても思えぬ。この平家の権勢を揺るがすことなどできぬであろう。平家の世、平家の春か。この春の空気は香りが強すぎて、私にはちと肌に合わぬ。もう少し息のしやすい季節が巡ってきてほしいものだ。まことに雅のかけらもない春にございます。実は公家の中にも法皇様と同じ思いの者は多いのですよ。ほう、詳しく申してみよう。今戻ったぞ。義仲様、私や家来たちに何も言わず幾日も姿を消されて、一体どこへ行っておられたのです？今日だ。平家偵察のために一人で京へ行っていた。源氏を追いやった者たちの天下がいかほどか、この目で確かめてやろうと思ってな。なんという無茶を。そんなことより聞け、金平。今日で面白い噂を耳にしたのだ。義朝の子シャナオが平家に追われ京から逃亡したのだ。そのようなことが。会ったことはないとはいえ、曲がりなりにもこの俺様のいとこだというのに、なんとも情けない話だ。もしシャナ王がここへ来たらどうなさるおつもりです？そうだな、同じ源氏の一族とはいえ、俺の父はシャナ王の父である義朝に殺されている。仇の子を受け入れるかどうか。面白い。いいだろう。平家の世を潰し源氏を返り咲かせるためなら、仇の子だろうと拒みはせん。もしシャナ王が来たら手を組み、兵を挙げて平家に殴り込みをかけるとしよう。清盛など蹴散らしてくれる。
お気持ちはわかりますが、それは無茶というものでしょう。何？俺の力を信じていないのか、金平。もちろん信じております。ですが今はまだ時期尚早です。清盛の力は絶大なもの。いくら義仲様とシャナ王の力が合わさっても平家を倒すことは無理でしょう。だからこそ、いつか好機が訪れた時に決起できるよう、今はこの地で体制を整えるべきです。まあ確かにな。まあシャナ王がどうしようと構わん。俺は俺の道を突き進むまでだ。見ていろよ、いつまでも死なまでくすぶっている俺ではないぞ。平家を根絶やしにし、天下にこの義仲の名を轟かせてやる。頼朝様。やっぱりここで剣の鍛錬をしていたんだ。どうした高綱、何をそんなに慌てている。大変だよ。さっき京から使者が来たんだ。頼朝様の弟のシャナ王様が平家に追われて京から脱出したんだって。そうか。って驚かないの？安信から報告を受けていたのでな。近々京で何か起きるかもしれないと。それがシャナ王の件だったのだろう。俺が生まれたのは平治の乱で父さんが京から落ち延びた後だからな。シャナ王様は天狗に剣技を習ったと噂されるほど武芸に秀でてるらしいよ。それだけじゃなく、すごく賢いんだって。京の町でも噂になってたみたいなんだ。だから平家に目をつけられたんだよ、きっと。そうかもな。京を出てどこへ向かったのかな。熊野とか奥州とかいろいろ噂は出てるらしいんだけど、誰も知らないんだって。頼朝様はどこだと思う？奥州だろうな。逃げて向かうならあの地しかあるまい。でも今日から奥州までは遠いよ。ちゃんとたどり着けるのかな、心配だよね。運が良ければ着くだろう。
っさりしてるな。シャナ王様は頼朝様の唯一の肉親なのに。そう、シャナ王様、欧州じゃなくて伊豆に来ればいいのに。来てどうする。私は流人の身だ。兄弟揃って蟄居するのか。そんなつもりないくせに。蟄居するつもりの人はこまめに今日の情報を得ようとしたり、そんな目で海を見たりしないよ、頼朝様。はい、ここに至るまで大雨や嵐もなく来られたことは行幸です。これも殿の日頃の行いを御仏がご覧になっておられるからかと。天気に恵まれるのはいいことだ。それだけ旅が楽になる。空は青く起伏も緩やか、なんとも気持ちの良い道ですな。東国は京都は違い平原が多いのです。空模様さえ荒れなければ海沿いの道を行くのは心地の良いものですよ。この先にある伊豆も穏やかな海に囲まれた土地でございます。さようでございます。今回はそちらへは向かわず素通りする予定ですが。いやしかし誠に気持ちの良い天気ですな。殿、どうでしょう、この辺りで一度休息を取ることにいたしませんか。旅の疲れもたまっておりましょう。この風光明媚な景色を眺めながら休めば心身も安らぐかと存じます。ああ、なるほど、確かにそれが良いかもしれませんね。みんなここまで歩き通しですし。ああ、大丈夫だ。殿、せっかくですから海岸を歩いてみてはいかがでしょう。
では弁慶に友をお願いしましょう。さすがにお一人では危のうございますから。俺はここで見張りをしていよう。吉次殿たちと道の確認をしておく。承知した。たとえ海のもののけが現れようとも、殿には決して近づけさせませぬゆえ、ご安心を。さて、いずこでしょう。我らの知らぬ、遥か遠くの土地からかもしれませぬ。ええ、幼き自分に、拙者は熊野の生まれですので、海も近くにありました。海も空もこの世にあるものは様々な顔を持っております。だからこそこれほど雄大に感じられるのかもしれませぬ。拙者は海が好きです。脅威となる時もありますが、眺めていれば気持ちを大きくさせてくれる。この壮大な景色の前には心のわだかまりも消えていきます。そして前へ進めと背中を押してくれるのです。ん？何かおっしゃいましたか？いえ、拙者は何も。ですが、殿のお心が晴れたのならば、何よりです。未練がましくなどありませぬ。殿は長く鞍馬山で過ごされた身、兄上への思いを抱くのは当然のことにございます。肉親を恋しく感じるそのお心を恥じることはありません。皆、殿の気持ちは察しております。しかし
あえてこの場を去ろうとする殿の判断も正しいものと存じます。ご安心くだされ、殿。出雲奥州もこの大きな空の下ではつながっております。今は会えずとも、この先いつか必ずまみえることもできましょう。はい。いえ、兄弟はおりません。以前にもお伝えした通り、拙者はあまりにも乱暴が過ぎたゆえに、親には手を焼かれ、比叡山へと預けられました。物心ついてすぐ親元から離れたため、肉親と過ごした記憶もほとんどないのです。それはもう寂しゅうございました。記憶にある限り、寺に預けられた頃は毎日泣いていたように思います。遠く離れた両親が恋しくてたまりませんでした。しかし、そんな拙者に僧正様や兄弟子たちは根気強く向かい合ってくださった。多くの教えを授けられ、人としての在り方を学びました。乱暴者と忌み嫌われた拙者が、比叡山で人として生まれ変わり、こうしてシャナ王殿と出会うことができた。幼き日の涙が今という時間につながった。そう考えれば、寺に預けられたことにも感謝しかありませぬ。そうですな、あやつが探しに来る前に戻るといたしましょうか。
ようやっとここまで来ました。この旅ももうすぐ終わります。ええ、もう幾日か歩けば。吉次殿、今更こんなことを問うのは失礼かもしれぬが、平泉は本当に京の都よりも栄えておるのか。今まで険しい山道ばかりを来たゆえ、この辺りに都があるとはどうにも信じられぬ。開けてくるのはもう少し先ですね。この辺りはまだ上策が続きます。今宵はそのうちの一つ、桃の柵を通った先に泊まります。ご案内いたしましょう。こうした砦で領地を守っているのです。平泉まであと3つほどございます。蝦夷をはじめ侵入者が多いので、こういった備えは不可欠なのです。エミシか、古来より北方に住む者たちだな。朝廷への反発は数百年も続いておるとか。ええ、これらは彼らの力を削ぐためのもの。周囲の山々も良き要害になっているのですよ。それもまた藤原氏の力あってのことでございます。領土も今や北の最果てまで届きました。蝦夷氏の地を平定するのも目前でしょう。シャナ、不安か？そうか、あまり気負うなよ。ここには俺たちもいるんだから。目的は平泉へ向かうことじゃない。そこで何をするか、何をしたいかが一番大事なことだろ。シャナ王殿、拙者もついております。ご安心召されよ。何者だ？
そこで何をしていた？聞いているのはこちらだ。賊か、もしくは東国の偵察の者か。動くな！太刀に手をかけるか。ならば。避けたか。だが武器を取った以上黙って見過ごすわけにはいかない。俺の装甲は動きが読みにくいぞ。さあ、とくと味わえ。その程度では傷一つつかんぞ。どこを見ている？双方、武器を収めなさい。兄者、なぜだ。そいつは偵察に来た敵かもしれないのに。この辺りは最近見回りを強化したと聞いている。偵察ならば他の場所を狙うはず。それにお前のことだ。素性を確かめる前に組み合ったのでは。そんなことは。今私たちには大切な任務があるだろう。軽率な行動は控えるべきだ。分かったよ、アニシャ。怖い思いをさせてしまいましたね。怪我は。あなたもしや女人ですか？は？な、すまない。まさか女人だったとは。太刀を持っているからとろくに顔も見ず切りかかってしまった。恐ろしかっただろう。姉者の言う通り、しっかり確認すべきだった。本当にすまない。この通りだ。許してくれるのか。
何をしている。騒がしい音がしたから慌てたぞ。この戦闘の後、もしや襲われたのか。皆まで申されますな。恩義に牙を剥いた輩には拙者が鉄槌を下しましょう。お待ちください。お待ちください。彼らは敵ではございません。何、知っておるのか。遠くからでもすぐに気づきました。そちらのお二方は佐藤継信様と忠信様。奥州藤原氏に仕える名門佐藤家のご子息にございます。なんと。なんだ、吉次殿の連れだったのか。もうここまで来ていたんだな。ええ、なんとか。継信様と忠信様はなぜこちらに。我々はあなたたちを迎えに参ったのです。なんと、それは恐れ多きこと。いいんだよ。お前の出した早馬を受けて秀平様の迎えに上がるよう命じられたんだ。それで桃の宇作まで迎えに来たら怪しいものを見つけてな。ま、そりゃ勘違いだったんだが。何にせよお会いできてよかった。ああ、まずはきちんとご挨拶をせねば。初めてお目にかかります、シャナ王様。私は佐藤継信。遠い平泉までよくおいでくださいました。おや、どうされました。それはこちらのセリフだ。俺の名は俊元、シャナオではない。まさか、そうなのですか。風文にたがわぬお姿を見ててっきり。風文だと。シャナオ様は源義朝様の抜歯、御年16で立派な侍になられたと。ならばすぐにわかるだろう。はい、あなたは僧兵、そちらは女人、間違いようがありません。はて、女人？なんと、本当に。それは大変失礼いたしました。見た目で判断するなど愚かなことでした。その堂々たる振る舞いを見れば間違うことなどなかったでしょう。どうかお許しください。
改めまして、佐藤嗣信と申します。平泉への旅路はお任せくださいませ。嗣信の弟、佐藤忠信。切りかかった無礼、改めてお詫びし、ここから先はしっかり案内しよう。これは大所帯になりましたな。何、足手まといにはならんさ。可愛らしいシャナ王様のためならやる気も出る。忠信殿、失礼だぞ。シャナは男だ。可愛らしいと言われて喜ぶわけがない。だがな、どう見てもシャナ王様は愛らしいぞ。ほら、やっぱり可愛い。ああ、気を抜くとつい言ってしまう。どうしたらいいんだ。これでは冷静に案内できないぞ。困っておるのはトロの方だ、忠信殿。これ以上迷惑をかけるようであれば拙者が許さぬぞ。そうだぞ忠信、ここは先達である皆さんに従い、シャナ王様を守ることに徹すればいい。というわけでシャナ王様、お手を。ここからは私が代手を連れしましょう。先ほど弟との組合で足をくじいてしまわれたでしょ。今宵はこの近くにお泊まりと存じます。そこへ戻るのならばお支えしようかと。足を。おや、お二人は気づいていなかったのですね。ではここは私にお任せを。私がシャナ王様のおそばにいれば怪我などさせませんよ。さあ、こちらへ。嗣信殿、それならば拙者が手を貸す。拙者の方が力はあるのだからな。いいや、一番付き合いが長い俺に任せろ。肩を貸すのも手当ても慣れている。ダメだ、シャナ、こちらに。拙者がしっかり受け止めます。遠慮はいりませんよ。早く私に体を預けてください。みんな待て、ここで争うなんておかしいだろ。その怪我は俺の責任だ。だから俺が肩を貸す。忠信、ここは兄の私に譲りなさい。年は関係ないぞ、兄ちゃん。お前は大雑把なところがあるから任せられない。手を抜くときは兄者の方がよっぽど適当だろう。うまくやってるから気づかれないだけで。悪いことを言うのはこの口か。縫い付けるぞ。だったら運ぶのは兄者で手当ては俺。それでどうだ。まあ今回はそれで手を打つか。勝手に話を進めるな、面倒な輩が増えたな。
シャナオ殿、拙者を、拙者を頼ってくだされ。仲がよろしいですね。